佐藤パワーバチコイゲー。今回は何？今回は検証企画。今回はデスソースを使ってやっていきます。今回このデスソースを使ってやっていくんですけど、今日は何？今日はデスソース企画。何を食べても味を感じないっていうのを聞いたんで、誰からデスソースを先にこのスプーンで口へ入れ、食べ物をみんなに当ててもらいます。今日は何？今日は実際に検証を始めていきましょう。どうぞどうぞ。どうしようかな。はい、じゃあもう今パッと決めちゃいましょう。これこれこれね、これね。舞台が整ったことで全員にデスソース配布していきます。ちょっと怖い。おいうわ、皆さん手を合わせましょう。合わせないです。いただきます。うわ、あ、ベロやばい。じゃあ、 茶番は済んだということで、今からメインの方行きたいと思います。待って、これ絶対分からん。まだ高田選手の挑戦です。これです。死ぬ。当たるのか。待って、死ぬ。次は井ノ口良樹の番です。ちょっと早く早く早く、もうおいで。ラスプーン置いてもらって大丈夫ですよ。やばい、死ぬ。井ノ口くんの挑戦です。はい、口上げてください。髪、髪上げて。やばい。はい、そのままで。やばい。死ぬ。ガチで死ぬ。やばい。堀田の挑戦です。え、これ、マジで。口上げて。やばい。涙やばい。やばい、寒い。川崎の挑戦です。何やと思いますか？キノコの里。井口選手の生ハム。堀田選手。チーズみたいな、こんなチーズ、ロクピーチーズ。あかん。川崎選手。ちくわ。じゃあ正解発表です。目を開けてください。どうぞ。あった。おー、全然ちゃうやん。絶対ちゃうんやけど、これ逆にさ、味したしたっす。めちゃめちゃ味したっすよ。マジ？もう一回これ入れ替えてやってみたら分からんでしょ。やってみよう。 OK、 やりましょう。おう！一人がダウンで帰宅ということで、ワオワオ。じゃあ気を取り直してね。第2回戦の方ですね。まあ、今回は検証なんで、2回目もやっぱりしっかり答えてもらうということで、2回目の調整いきたいと思います。それではデスソースの方試してもらいましょう。これもう分かってるからやばい。パトカー5匹召し上がってください。お手を合わせていただきます。いただきます。今回のね、品種はこちらになります。これだけまあ馴染みがあるやつですね。この3つでいきたいと思います。佐藤くん、これでいきます。はい、どうぞ。口の分です。これです。次、これですね。川崎の分です。はい、そのまま。はい、
ちなみに今回の商品すべてセブンイレブンの商品になってますので、川崎選手に限り商品名じゃなくて何々が入っとるでも正解ってことにしましょう。高田選手から聞いていきましょう。高田選手食べたのは何ですか？はい、ハムです。ハム、マジ？次、井ノ口選手、生ハム。ほんまさか2連チャン。川崎選手、生ハムと言いたいとこやけど多分、はい、カスタードクリーム。カスタードクリームか、いや、カスタードクリーム。カスタードクリーム。正解の方目を開けてください。どうぞ。生ハムや。おお、ちょっと、あれ、え、これ何、これ何、これ何、たい焼き、カスタード入りの、うお、たい焼き。おっしゃえ、生ハムや。おう、はい、終了ということで、どうでしたか？かなりのダメージ。ダメージ払いたい。カラコリ系。検証結果、デスソースを食べても何を食べたか分かる。はいはい。でも何やかんや言うて、カイツさん全部正解。意外とな。正解の今日も全部正解。正解です。井ノ口くんだけじゃん、全部間違えたの。うん。検証結果、じゃあ井ノ口の舌はバカでした。はい、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバ俺もな、ほんまあの肩こり系とか言ってる場合じゃないんよ。マジで痛いやつですよね。めっちゃかわいそう。